はいこんにちはポップです。FX チャンネル4月22日木曜日最後に新興国通貨3ペア3通貨の解説を始めてきます。順番はいつも通りメキシコペソ園から始めまして南アフリカランド園トルコリラ園の順番で解説をしてきますのでよろしければ最後までご視聴ください。 今日は、ね、夜に予定がありまして、今現在、ね、14時36分ということで、普段よりも、ね、1、2時間早い解説となりますが、そのあたりを、ね、ご了承いただければと思います。それでは、ね、まずは全体の相場感を振り返っていただきたいと思いますので、世界の株価のサイトをご覧いただきましょう。はい、こちら、世界の株価のサイトでございます。まずは昨日のニューヨークマーケット。ダウ平均は前日比、プラス316ドル。 終値で3万4137ドルということで、3万4000ドルを回復して0.93%、比較的ね、大幅な上昇で1日の取引を終えました。そして、今現在ね、まだ日経平均動いておりますが、14時37分時点の日経平均は前日比プラス601円。 二万九千百九円ということで、えー、このあたりね、えー。昨日の下げを取り戻すような2。二パーセントを超える上昇で、今は推移している形でございます、えー。このような形でね。ダ、え、ウ、ーまあ、平均と日経平均、えー、同様にね、えー。上げている中で、本来であればね。相関関係の強い新興国通貨もね。まあ、大きく上がってしかるべきかなと思うんですが。 ちょっとね、新興国通貨、この上げにはついていけていないということで、まあ、えー、大きく下げてはいないんですが、えー、難聴な動きをしている形でございます。えー、それでは順番通り、メキシコペソ園の、えー、チャートにね、戻っていきまして、解説をしていきたいと思いますが、えー、こちらですね。メキシコペソ園の15分足、えー、こちらね、右側のチャート、えー、約1日の時間軸のチャートをご覧ください。えー、昨日のね、動画解説のタイミングですと、えー、5.4円のね、少し上というところを位置しておりました。 まあ、株式相場がね、えー、徐々に上がっていきましたので、一時5.44ぐらいまで上げるところがあったんですが、えー、ちょっとね、東京時間になりまして、えー、株式相場上げるものの、えー、上値がね、重くなりまして、今は、えー、元の5.41から5.42、このあたりまで、えー、押されているというところでございます。まあ、これはね、5.45のところ、えー、60分足ね、ご覧いただきますと、 今までここね、ガチガチのサポートがある程度入っておりましたので、過去のサポートラインはやはりレジスタンスラインになりうるというところで、こちらね、5.45の手前ではございましたが、レジスタンスを受けてしまって押されている。しかしながらね、これ昨日付けました5.4円の手前まで落ちているところではないので、あまり大きな動きは出ていない。そして下げきっていないので、ロングの取るポイントはもう少し下にありますよという状況でございます。 4字干しね、ご覧いただきましても、こちらの方ね、高動きのところが続いておりまして、5.45から5.4。まあ、一時ね、5.45、これサポートが入るところがあったんですが、あっけなく落ちてしまいましたので、また元の5.45から5.4ですね、こういったところのレンジに落ち着いてしまった。そして、移動平均線下がってきてますので、上ね、思いながらも下げ,きれ下げきれていないというところがね、4次監視を見てわかるかなというところでございます。 そしてね、もう何日も同じ話をしてしまって恐縮ではございますが、ロングのポイントをね、最後にお話をしますと、冷やしチャートですね、こちら今5.4から5.45のレンジが続いておりますが、 明確にね、次のサポートが来るところが、過去のレジスタンスラインであります、5.35、ここの部分ですね。そして、その下段階、1段下の5.3ですね、1回、2回、3回とレジスタンスがありますので、この5.35と5.3ですね、ここのサポートラインまで引きつけたいというところでございます。 具体的にはね、5.35から5.3までストンとね、下がるところがあった場合、新興国通貨はね、やっぱり株式相場、なんやかんや言って、相関は最終的にはしてくると思いますので、株式相場が下げたところでね、ストンと落ちたところ、そこがね、5.3から5.35、この間でね、少なくとも4時間足ベースの平均足が陰線から要線に転換する。 まあこのようなね、サインが出なければ、高値圏でうろうろしている状況で、今、ロングを組む必要は全くないかなと思いますので、まあ、いつまでも様子見というのもね、心苦しいところではございますが、まあ、やっぱりね、待つのも相場というところがありますので、新興国通貨、年に10回ね、あるかないかというね、ロングポイントでは今はございませんので、少し様子見をして、株式相場の調整とともに下げてくるところを待ちたいと思いますので、こちらもね、合わせて参考にしていただければと思います。 はいえー、以上でね、えー、メキシコペソ園の解説を終わりまして、続いて南アフリカランド園の解説に移っていきましょう。はいえー、ランド園もね、なんかほぼ同じような動きをしておりまして、えー、解説のしがいがないというところでございますが、えー、数値的なところもね、えー、見ていきますと、昨日の動画解説のタイミングでは7.55を少し上回っている状況でございました。 こちらもね、欧州時間始まってから、一旦上方向に上がって、ニューヨークマーケットのね、えー、まあ、中盤から、えー、終盤にかけて、ですね少しトレンド転換して、右下下がりに下がって、結局は行ってこいというね、緩やかな動きでございます。 こちらね、7.6円で頭を押さえつけられていますが、7.6円というのは直近でね、こちらサポートレジスタンスといいますかあの、出来高が非常に固まっているところ、まあ、こういったところが、ね、レジスタンスとして機能しまして、反落を食らってしまったというところでございます。まあ、とはいってもね、大きく下げきっていないという状況であれば、まだロングのポイントは遠いというところで、4時間足もご覧いただきましょう。 はいえー、直近のね、えー、7.5円でもサポートを受けてますし。 とはいってもね、7.6円のレジスタンスライン、サポートライン、ここを上抜ける材料もないというところでございます。まあ、材料的にはね、株が上がっていますので、上がってしかるべきかなと思うんですが、ちょっとね、相関が崩れているところ、新興国通貨難聴でございますね。そして、4時間足ベースの移動平均線が右下下がりでございますので、この移動平均線24にも頭をね、今後押さえつけられる可能性があるというところで、まあ、ここはね、一旦7.5円ぐらいまでの下落を見ておいた方がよろしいかなと思います。 そしてこの7.5円でねロングを取るべきかというところなんですが私個人的には7.5ではロングはね見送った方がよろしいかと思いますがこれは冷やしチャートをご覧いただきましょう。 もちろんね、7.5円で過去のサポートラインがありますので、サポートを受ける可能性、そして移動平均性も、ね、ありますので、7.5円、反発する可能性もありますが、ちょっとね、上値のところにあまり幅がないというところで、個人的にはね、過去のレジスタンスラインが明確に入っております、7.4円、そしてその下のね、7.3円、まあ、この間ぐらいまで待ちたいなと考えております。 やっぱりね、過去のレジスタンスラインというのは、上から降ってきますと、サポートラインになりやすいというところ、そしてある程度の、ね、幅を狙えるということであれば、やっぱりね、7.4円から7.3円、ここの、ね、レジスタンスラインがサポートになるところを期待したいところでございます。 具体的には7.4円ぐらいまで下がってきますと、ちょっとオーバーシュート気味でね、1回割り込んだところ、そして7.4から7.3、ここの間でね、4時間足ベースで平均足が陰線から要線、いわゆるサポートが入った場合にロングを取ることをちょっとね、考えておりますので、そのあたりですね、7.5円でお試しロングをするかどうかは別としまして、新興国通貨、メキシコペソでもお話ししましたが、年にね、もう十数回あるロングポイントとは、 思いませんのでこの辺り、しっかりと下方向で待つというところがよろしいかと思いますので、この辺りはね、しっかり下で待つところを意識していただいて、7.5円サポート入る可能性はありますが、ちょっとね、そこはスルーして7.4から7.3、そういったところを狙っていただければと思いますので、皆さんの相場感と合わせて参考にしていただければと思います。はい、以上でね、南アフリカランド円の解説を終わりまして、最後にトルコリラインですね、こちらで締めていきましょう。 はいえー、トルコリラはね、不安定な動きをしておりまして、13.50を下回った以上、今はね、上値に押されまくりというところでございます。こちらの方ね、昨のの動画解説のタイミングですと、13.25と13.30、この上側でございましたが、一旦ね、押収時間が本格スタートしますと、ストンとね、10ピップスぐらい下げてしまって、13.15まで10ピップスね、サポートが落ちてしまったというところでございます。 そして、えー、少しね、えー、このあたり、サポートを受けていたんですが、つい先ほどね、ストンと10ピプス落ちるようなところがありまして、ちょっとね、不安定な動きが続いているということで、一旦ねあのトルコリラショックのところで、15円から13円まで下がったというところがありますが、その後のね、ロング勢が今、じりじりと追い詰められていますので、やはり13円割り込んできますと、その時にね、ロングを取ったロン側の方が投げてくるというところが想定できるというところでございます。 それはね今、どういった意味かと言いますと、ちょっと60本足とね4時間足は割愛をさせていただきまして、冷やしチャートをご覧いただきます。こちらね、ねエルドアン大統領が中央銀行の総裁を更迭したというね、ねまあ、私はトルコリラショックまあ第 だんだんと言っておりますが、えー、このあたりね、15円から13円、我々でね、一気に落ちてしまった。そしてその後ね、一旦反発して、13.50付近でうろうろしていたんですが、えー、このところでね、結構あのロングを取った方が、えー、たくさんいるということで、まあ、大きく下がってね、安い水準だから、スワップ金利もあるし、えー、ロングを取ろうということでね、ロングを取った方々が、えー、い,るいるというところでございます。で、このロング税が今ね、下げることによって、どん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 追い込まれていて、 いいるというとうころででございますので、まあ、こういったところであれば、えー、ちょっとね13円割り込んできますと、パニック売りというような形で、えー、このあたり、ね、下げる可能性が非常に高いというところでございます。 まあそうなりますとね、逆にトレーダーとしましては、言い方悪いんですけどね、弱気を叩くじゃないですけど、弱いトレーダーが損切りをさせられるところ、いわゆるね、ここロングを組んでいる方々が、まあ、証拠金いっぱいいっぱいで、それともね、諦めて13円を割り込んだときには投げるというところがある程度想定できますので、まあ、そういったところを、 拾っていくやむを得ず、ロングを投げたところを拾っていくというところが、ちょっとね心理的にはね嫌なやつと思われるかもしれませんけど、そういった観点が必要だと思いますので、そういった損切りポイントのところで逆に拾っていくというところがね大事だと思いますので、そのあたりお考えに賛同できる方は、13円割れをですね狙っていただく相場というところで、今は様子見をしながらちょっとね落ちてきたところ、13円から12円の間ですね、ちょこちょこと証拠金に余裕を持って拾っ っていいくというとうころろがよろしいいかと思いますので、えー、この辺りね、参考にしていただければと思いますが、あと12円がね、史上最安値でございますので、えー、この辺りね、割り込んだらさらに下がってしまうというところはね、えーリ,スク分えー、リスク管理として意識していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 はい、以上でね、新興国通貨3ペア3通貨の解説を以上といたします。えー、本来であればね、平日21時は YouTube ライブというところで、皆さんとね、ライブでお話しするところでございますが、今日はね、ちょっと冒頭に申し上げた通り、予定がありますので、今日は YouTube ライブお休みとさせていただきます。明日はね、また夕方の YouTube の、えー、すみません、夕方のチャート解説と、21時からの YouTube ライブはやっていきますので、またその時間にお会いできればと思います。 最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また明日の動画、YouTube ライブで、ね、お会いすることを楽しみにしております。ありがとうございました。バイバイ。